目が過去で二つ目が今三つ目の橋で君が転びそうになった時初めて君の手に触れた僕の指手を合わせた後で君はみくじを引いて大吉が出るまでともう一度引き直したね上り詰めたらあとは下るしかないと下るしかないと気づかなかった天神様の細道石の茶屋へ寄って君は一つ僕は半分腕がえ餅を食べた来年も二人で来れるといいのにねと僕の声に君は答えられなかった時間と勇気の思い出